おい、誰もいねえぞ。ハズレだったか。大当たりですよ。出やがったな。おめでとうございます。あなたたちは大当たりを引き当てました。ああ、これは現実妄想、現実妄想、現実妄想、現実です。さあ大人2名、特別に夢より素敵な妄想へご案内いたしましょう。誰が行くかよ。おやおや、失礼いたしました。大人1名、子供1名のご案内でしたね。なんだと？そのチケットいくらなんだ？なんとなんとなんと、今なら無料ですよ。大当たりですからね。あなたお好きでしょ？1円もかからないんですよ。0円でのご案内なんです。知ったような口聞いてんじゃねえよ。せっかくの大当たりだっていうのに辞退なさるんですか？もったいない。じゃあ言ってやろうか、その夢より素敵な妄想ってやつに。おい、よせ。すぐ帰ってきてやるよ。おや、あなたは何を言ってるんです？そんなの片道切符に決まってるじゃないですか。だと？からかわれてんじゃねえよ。何をそんなに怒っているんです？こんなの言葉遊びに決まってるじゃないですか。遊びだと？そう、妄想は人間にのみ与えられた娯楽、最高のエンターテイメントなんです。お金がかからない、場所も選ばない、これ以上の娯楽他にありはしませんよ。あなた大好きでしたよね。白紙のノートに自分だけの物語を綴るのが、そんなあなたにぴったりじゃないですか。ぴったりですよね。そうですよね。ねえ。なんですそれを。そこのあなたも遊びは大好きでしょ。大好きですよね。そうですよね。ねえ。だと？だってだってだって、ずっとかくれんぼしてるじゃないですか。探し物見つかりましたか？それとも見つける気がないんですか？いつまで鬼でいるつもりですか？かくれんぼですよ、鬼ごっこじゃないんですよ。ふざけやがって。それでは少し私と遊んでいただきましょうか。ええ、大丈夫、お代は結構ですよ。誰が払うかよ。だったら俺が払ってやるよ。釣りはいらねえ、とりあえず殴らせろ。こちらは一杯ですね。いいぜ、かけちゃいます。招待おせえよ、対抗中。妄想の力を、ダウンブレンジ解放ですね。バーチカクベイブレンジ、トリックマッチ、実力だ。やったか。自分の目で確かめろよ。誠に残念ながら閉園のお時間になってしまったようです。非常に心苦しいですが、本当に本当に本当にお別れのお時間のようです。せっかくの大当たりでしたのに、なんと残念なことでしょう。悲しいことでしょう。ですから最後は素敵なショーでお別れとしましょうか。どこ行きやがった？気を抜くなよ。どこから襲ってくるかわかんねえぞ。わかってるよ、どっから来ても俺がぶっ倒してやる。
来たか。誰？誰かそこにいるの？そこね。そこの二人、抵抗はやめて、おとなしくしなさい。抵抗なんざしねえよ。え？そんな、嘘。よう、久しぶりだな。レイジ、ね、レイジなの？おい、誰だよこいつ。彼女の名前は東条マリ。その名前、まさか。ああ、俺の探し人だ。ああ、俺だけ一人じゃん。たく意味わかんねえよ。オイラがいるっち。ああ、忘れてた。ちだってピン君戦わないじゃん。オイラは気持ちで戦ってるっち。あと、可愛いっち。じゃあ戦力外通告。ち冗談だよ。ピン君がいるだけでも心強いって。え、変っち。嘘だけど。ち嘘じゃないよ。どうしたっち。ちょっとだけさ、不安だったんだ。いつもは誰かと一緒だったから。だけど、おかげさまで気が紛れたよ。ピン君、ありがとな。意味わかんねっち。じゃあ、そろそろ行くか。みんなに負けないよう、頑張らないとな。セーブポイントっち、忘れずにしとけ。なんか、ちょっと可愛い妄想球だな。オイラの方が可愛いっち。勝って嬉しいか。嬉しいっち。意地張んなって。そんな顔で先に会うつもりか。先に会いたいっち。俺もだよピン君。だから一緒に先たちを助け出そうな。もちろんっち。あいつには聞きたいことが山ほどあるんだ。敵を発見。これでも敵は3体っち。先制でも油断大敵。これでもパス。じゃあ3人でアクションが終わりだ。もっとそれで攻めるっち。やるだろ。敵あと1体っち。さっさと終わらせろっち。パッパッパッ。どういうアクション。扉を進むっち。気をつけて進めっち。お宝の匂いがするっち。さっさと探せっち。はっ。敵は3体っち。先生でも油断大敵っち。いや、はっ、3年生。いや、元気溜まってるっち。今人望が勝つぞっち。はっ。敵あと1体っち。さっさと終わらせろっち。敵を発見っち。逃げるなら今っち。敵がいるっち。どうするっち。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。敵がいるっち。どうするっち。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。敵がいるっち。これでも敵は3体っち。先制でも油断大敵っち。飛ばせっせ。はっはっ。繋ぐ3連戦。いや、ラッシュ。あと1体撃破っち。やれば撃破っち。いや、はっ。敵は残り2体っち。みんな頑張れっち。やるだろ。どうしたっち。自信のことないっち。敵がいるっち。どうするっち。敵がいるっち。
まだまだ敵は3対1焦る必要はないっち。3連戦放送開放機今がチャンスっち。やるだろ敵、あと2対1頑張りどころっち。これでも敵、やるだろ、あと4対1さっさと終わらせろっち。お宝の匂いがするっち。さっさと探せっち。敵がいるっち。どうするっち。これでも敵は3対1先制でも油断されてくっち。これでも貫く3連戦貫く楽勝。やるだぶっ飛べ。怖い楽勝。戦いたくねっち。扉を発見。やっぱ一人だと結構きついな。無理は禁物っち。ちょっとは休むっち。お、珍しいな。いつもだったらニートはもっと働けっちとか言うくせに。おいらだって鬼じゃないっち。朝日が必死なの、オイラだって分かってるっち。そっか。じゃあお言葉に甘えて少しだけ休もうか。冷たいものでも飲むっち。大丈夫だよ。でもさ、今さら実感したよ。何がっち。今までやってこれたのはみんながいたからなんだなって。ニートだから仲間が珍しかったっち。そんなことないって。中学に高校大学にだってそれなりに友達はいたんだ。ニートのくせにリア充っち。その頃はニートじゃないっつの。ま、結局いつも一緒にいたのは一人だけだったけどな。それって瑞希のことっち。あ、そうだよ。あいつとはいつも一緒だったんだ。もう一緒にはいられないっち。それは僕たちはもう今までの関係ではいられないんだ。だからさよならをしよう。わからない。朝日、誰かこっちに来るっち。管理局の奴らか。朝日、逃げるっち。ああ、逃げよう。待てっち、出口は反対だっち。いいんだよ、これで。俺だってみんなに負けてらんないからな。いい予感がするっち。近くにお宝がありそうっち。敵はたったの2体っち。オイラの敵じゃねっち。まだまだ3連戦やるだろ。仕事したっち。もっと頑張れっち。これでも敵残り1体っち。袋叩きにするっち。お宝の匂いがするっち。さっさと探せっち。はっ。敵を3体発見っち。先手のチャンスっち。見とけよ。イマジンモード発動できるっち。次は残り2体っち。いろいろショップっち。何か補充しとくっち。
朝日、向こうを見ろっち。サキ、おいサキ、大丈夫か。目を覚ますっち。お静かに。ち、彼女は今幸せな夢の世界にいるんです。カノン。ですが、あなたには夢より素敵な妄想をご案内いたしましょう。どうですか、興味ありませんか。夢より素敵な妄想ですよ。そう、夢より素敵な妄想です。妄想好きですよね。みんな大好きな妄想です。みんなが夢中になる、みんなを虜にする、自分のことしか見えなくなる、そんな妄想です。誰かが幸せになる、誰かが不幸になる、あなたもよく知っている、そんな妄想をご案内です。あ、朝日。くそ、俺一人じゃ。一人じゃないよ、水木。勘違いしないでね。僕は自警団の仲間を助けに来ただけだから。ああ、それでも構わないさ。おや、お友達ですか。もう一名、追加のご案内が必要なようですね。ペアチケットなら割引でもしてくれるのかな。残念です。だって妄想は一人でするものですから。自分だけの世界、それこそが妄想なんですよ。ほら、だから割引はできません。だったらお前一人で完結してろよ。素晴らしいことを言いますね。できることならそうしたいところです。終わりだったら僕があげるよ。ぜひともそうしてもらいたいですね。できることならですが。朝日、構えて。水木こそな。それではご案内いたしましょう。ただ割引は存在しませんので、あしからず。敵は一体っち。余裕者100人。先へ。魔装は壊しましょう。アイディアルブレイク。イマジンフィールド、いつでも展開できるし。理想は飛んだ。やったのか。油断するのはまだ早いよ、はあ、夢より素敵な妄想へのご案内、あなたたちには必要なかったみたいですね。ああ、いらねえよ。だってまだあなたたちは消えた。逃げられたようだな。団長。いいタイミングだ。サキ君が目を覚ましたようだな。サキ。ピンク。サキ、大丈夫か。あ、朝日。大丈夫、一人で歩ける。水木君、その…ありがとう。大丈夫、ちゃんと歩けるよ。サキ君、目覚めたばかりですまない。今すぐここから撤退しなければならない。分かった。それじゃあ行こうか。サキ、その怪我はなかったか。うん、大丈夫だよ。サキ、会いたかったち。ピンク。一つだけ
聞かせてくれ。どうしてお前は。ごめんね。私、もう行かないといけないから。でも。サキ君の体力は限界なんだ。ここまでにしてやってくれないか。私は知らなきゃいけないの。だから朝日、ピンク、さよなら。みんな、おい、遅えぞ。待ちくたびれたわ。無事、あかりさんを助けましたよ。もう一人のジョーちゃんも無事だったみたいじゃねえか。そっか、ここで待っててくれたんだな。自警団の連中は一足先に帰ってったぜ。琴美さんを止めるの大変でした。あの裏切り者の女、こっちを見ようともしなかったわ。きっと何か理由が。だって彼女は秋葉原自警団だからね。あんた逃げたはずじゃん。一応お礼だけ言っておこうと思って。朝日、助かったよ。ありがとう。でも勘違いしないでね。僕はただ。こら水木、またそうやって朝日くんを突き放す。え、どうして水木はそういう言い方しかできないの。え、お姉さん。ごめんね朝日くん、水木が素直じゃないせいで迷惑かけちゃったよね。え、いや、ちょ、え、あ、っていうかやっぱりな感じ。もう姉さん、また勝手に抜け出してきたの。安静にしてなきゃダメだって何回も怒られてるじゃないか。姉さん、姉さんって、あの、もしかして、もしかしなくても葉月さん。ああ、やっと思い出してくれたの。本当は自力で思い出してほしかったんだけどね。まあしょうがないか。いや、半分自力ですって。もしかしてって思ってましたもん。っていうか何年ぶりですか。俺のことよくわかりましたよね。え、変、お姉さんだからね。小学生以来ですよね。ってことはかれこれ10年ぶりくらいじゃん。姉さん、帰るよ。いいじゃない、もう少しだけお話しさせてよ。いいから、ほら早く。もう、水木はケチンボだな。それじゃあ朝日くん、またね、バイバイ。ずいぶん楽しそうだったじゃない。え、あ、いや、その、あんたのことずっと待ってたんだけど。ごめん。遅刻すんのはいつものことだろ。理由は気にしてませんからね。オイラはよくないっち。ピンク言っちまったな、星野のやつ。せっかく助け出せたのに。ま、みんな無事だったんだ。それだけでも良かったじゃねえか。まあ、ま、カノンも倒せたしな。は？いや、だから倒したんだよ、カノンは。何言ってんだよ。カノンを倒したのは俺たちだぞ。私も倒したわ。リュウも頑張りましたよ。俺も倒したんだけどな。は？いや、だから俺カノンを倒したんだぞ。私も。理由もです。俺もだ。俺もな。は？カノンは複数存在している。たったそれだけの簡単な難問だ。やっと思い出してくれたんだ。だからきっと私は嬉しいんじゃないかな。こうして3人で会うことができたもん。そう、昔みたいに。きっとずっと願ってた、昔みたいに3人で遊びたいって。一人ぼっちで願ってたんだと思う。もしかしてこれが私の妄想だったのかな。ううん、
これは妄想なんかじゃないよね。だからもう一度3人で遊ぼうね。私もきっとあの場所で待ってるはずだから。